い、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、今回からアムステルダムツアー開幕ということで、舞台はオランダ。久々の都市系のコースがやってきたということで、今回から2週間ね、ぜひ楽しんで一緒にやっていきましょうということでね、よかったら今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。ということで、まずは前回のヨッシーツアー後半戦ファイアブロスカップの結果発表の方から見ていきましょう。ランキングの結果が出揃いました。果たして何位でしたでしょうか。動画の段階ではギリギリ5位でしたけども、8位。わ、そこまで落ちるとは。終了2時間前ぐらいに見た時に6位だったので、まあ6位かと思ってたんですけど、まあ最後皆さん粘ったんだな。いや、ちょっともったいないですけどもね。フレンドの皆さん、いつもありがとうございますということで、あー、ここから確認できないぐらいした。うん、10万点超えたけどもというところでしたね。そうか、10万。まあだからあと2000点追加なんとかすることができれば、リーグ維持圏内には入れたかなというところ。ちょっと3位以内は今回厳しかったですね。見ていきましょう。なんといっても動画でも出させていただいたように、ヨッシーバレー X の環境が厳しかった。しかもまあ粘りもしなかった。うん、黒ヨッシーターボも、ポイント解放、そしてレベルアップももう少しできました。うん、でペンギンヨッシーじゃない、ペンギンキノピコも、もう少し粘ることはできましたけども、ちょっとここじゃないだろうということで我慢をさせていただきました。動画的にはね、見応えがなくて非常に申し訳なかったんですけども、まあ今後にね、今回温存したものが使えれば、また報われるかなというふうに思います。クッパキャッスルドーナツヘアも、動画で出させていただいた点数そのままということになっておりますので、また今週も頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではお知らせ画面にやっていきました。一緒に見ていきましょう。一番上、ご紹介、アムステルダムツアーからの変更点とあります。なんか変わるのかな。はい、ツアーギフトとゴールドギフトのリニューアル。アムステルダムツアーよりツアーギフトとゴールドギフトがリニューアルします。ゴールドパスのが右側ですね。ツアーギフトとゴールドギフトで入手できるコインとルビーの配布場所と配布量を変更しました。ちょっと増えてくれるといいですけどね。ゴールドギフトで入手できるウルトラレアのアイテムの登場機会が多くなりました。ありがとうございます。ゴールドギフトユーザーでございます。ウルトラレアのレベルアップチケットの数も増加しました。ありがとうございます。これは何か実感できる範囲内であると嬉しいところですね。はい、ではアムステルダムツアースタートということで、今回4月20日から5月4日までゴールデンウィークにも差し掛かりますので、リーグ戦が激戦になる可能性もあるかなというふうに思っておりますけども、今回のツアーのコインがっぽりイベントの開催予定は火曜日と土曜日ですよ。ツアーギフトでルビーやルドウィッグをゲット。ゴールドパスに加入しているとキノピーチやパステルマカロン手に入れるチャンスもありますよ。そうか、ということはピーチサーキットがどっかで来るのかなって予想できますね、パステルマカロンだとね。今回のツアーではミースーツは全カップの第1コースが得意なコースやとても得意なコースにパワーアップしてますよと。まだまだミースーツ優遇される期間が続くようです。アムステルダムツアーの前後半ランキングでは上位に入賞した時にファイヤーフライが加わります。ぜひ獲得してみてくださいというところでございます。めっちゃカッコつけてる。めっちゃジャンプアクションカッコつけてる。面白。さあ、注目はガチャになりますけども、土管の第1弾はですね、ロゼッタ、フォーレンダム。フォーレンダムってどういう意味だろう？チューリップって意味かな？まあ、違うでしょう。ということでね、このロゼッタがピックアップということで、どんなキャラでしょうか？おー、ブーメランフラワー。まあ、いいんじゃないでしょうかね。女性のキャラでブーメランフラワーってあんまりちょっとイメージがない気がしますけどもね、カンガルーヨッシーとか、ルイージとか、まあ、その他含めても。なんか初めてのキャラな気がしますけどもね。今回のコースがアムステルダムブルームプルームかな、ブルームだよねというコースで3つで最適性が来ているというところですので、でレベル6まですることできるとエクストリーム系のコースも最適性になるということで、まあこれを持っているとおそらくね、いい感じで、ツアーのスタートダッシュが切れるんじゃないのかなというところになっております。マシンはチューリップガーデンということでジャンプアクション系、グライダーはこれはもともと出てますね。ローズパラソル、赤コーラ系なので結構優遇いい、グライダーになってるかなと思います。ガチャの星5確率は 6%、 結構厳しめになっておりますが、まあ、ぜひねロゼッタやチューリップガーデン、ローズパラソル狙いたいなっていう方は引いていただいてもいいんじゃないのかなと。まあ、登場した段階から、新登場の段階から、あととても得意なコースがこれだけの数あるっていうのは結構いい方なんじゃないかなって個人的には思っておりますので、ぜひ獲得してみてください。新しいミースーツがやってくるよっていう案内が来てましたけども、トッテンミースーツということで、まあ、ラッキーセブンなんでしょうね、おそらくね。これは欲しいですよね。てか苦労して手に入れたのに
キングテレサミースーツリーグ1位になってと、キングテレサミースーツせっかく手に入れたのになんだよすぐラッキーセブン系のスーツ出るのかよっていう感じがちょっとしますけどもね。まあ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 、有能だと思いますこれね。今週だけ、まあ、今回のツアーだけかな、70ルビーで1枚目手に入れることができますのでぜひ狙ってみてください。続いていきましょう。ガチャでガチャ見たな。はい、次がボーナスメダルですね。今週はクラッシュをさせてというところなので、まあ、比較的集めやすい類にはなってるかなというところでございます。メダルショップの確認いきましょう。はい、今回のメダルショップですけども、ウルトラレアのキャラマシングライダーは来てないというところ。土管もウルトラレア確定はなしで、ノーマルが50コインから始まるよというところになっております。結構薄めの、メダルショップだなという印象ですね。リーグショップ確認に来ました。今回はキャラはロゼッタ、これはレアですね。そしてピンクウィング、こちらウルトラレアですね。そして最後が七色アゲハ、スペシャルスキル赤甲羅系なのでマルチなどのことを考えてもね、こちらやるのはいいんじゃないのかなと。いや結局僕先週マルチをやれなくてですね、ツアーギフトが一番上まで取れなかったんですよね。完全に失念してた。ちょっといろいろ忙しかったのあるんですけどもね。いやー皆さんぜひツアーギフトはね一番上まで獲得していただく。そのためにはねちょっとマルチをかじらないといけない。普段マルチあんまりやらないよっていう方もね、ということになっておりますのでぜひね逃さず、自分自身がちょっと反省しているところでございますので皆さんはぜひクリアしていただければと思います。さあということでトップ画面にやってきました。今週のリーグ対象はロゼッタカップということで、まずは、このロゼッタカップ以外のすべてのコースの星を解放してツアーギフトを獲得した後、無料ガチャを引いて下見という流れでやっていきたいと思いますので、個人的には今からね全コース星を獲得する作業を地道にやっていこうと思いますので行ってきます。はい、では戻ってきました。ということでまずは無料ガチャの方を引いていきたいと思います。いや半日ぐらい経っちゃった、大変大変。ということでアムステルダム同感1、一応リセットしとこうか。欲しいですよね。出ないか。おお、キングテレサ。リセット効果かな。もう一枚引いておきましょう。金土管。来い！残念。さあ、ようやくメイン行きましょう。ロゼッタカップの下見していきたいと思います。では1コース目、早速新登場コース。このパターンですね、今回は。新登場コース2つプラス、その他のコースっていう感じかな。第2週もそんな感じということで、もうちょっとアムステルダムパーティーっていう感じですね。では1コース目のアムステルダムブルームでした。アムステルダムブルーム行きましょう。さあまずキャラの環境なんですけども、さすが新登場コースということでなかなか環境は厳しめでございます。ウルトラレアのみ5つが最適性となっております。キャラ的には今回こちらですね、ガチャで登場しているロゼッタフォーレンダム、こちらがブーメランフラワーということで優秀なキャラだと思いますし、こちら有料コンテンツでありますけど、トッテンミースーツを使うっていうのも今回はいい手法なんじゃないのかなと。ラッキーセブンキャラやっぱり有能ですからね。そしてルイージゴルフバージョン、マリオパイロットバージョンというところです。まあやっぱりかねてから出ているキャラで一番いいのはやっぱりこちらのドンキーコングスーパーファミコンバージョン。いやほんと持っててよかったっていうところになりますし、僕と同じように持ってる方はぜひ使っていただければと思います。さあ個人的にはマシンがかなり難点ではあるんですけども、これはちょっと解決できたらなというところ。まずは、最適者ウルトラレアのみ、8台ちょっと厳しい、有料コンテンツとガチャから登場するそうです。さあグライダー行きましょう。グライダーも最適者ウルトラレアのみ全部で6つ来てるというところです。いいのはどれだろう。まあ、似たり寄ったりだなというふうに思いますけども、一番有能なのはやっぱり有能なのはこちらでしょうね。パタウィング赤甲羅系ということでね、後方から赤甲羅で攻めることもできるかなというところ、まあ、本来ドンキーコングと合ってるのはマジックパラソルかなというところですね。まあ、一応レベルが一番高いこちらのパタウィング使おうと思ってますということで、マシーンがちょっと最適性を逃していますけども下見していきたいと思います。行きましょう。はい、ではアムステルダムブルーム行きましょう。久々の都市系のコースというところになっております。まあ、街並みもねおそらくオランダの街並みを
再現してること、わおと思いますので、楽しんで、おーすごいすごい、風車だ風車だ、はいはい、このコインフィーバーをどう生かすかちょっと考えると、おっと、なるほど、おー赤コーラ、あーよいしょ、意外にコーナーワークがいいからコンボ続くかもね。あーしまった、ちょっとこれは右ルートがいいか左ルートがいいかちょっと考えないとな。いやちょっとさ、ただの下見なのにコインフィーバーが来たせいで焦り生んでますよね逆にアクションつながるな。コースとしてはやっぱ都市系のコースなので、そんなになんていうの、興奮するような面白さではないんですけど、あーすごい2回目のコインフィーバー来ちゃった。環境整えてからやればよかった。しかもなんか今ジャンプアクションあったな、コース外に、コース外ジャンプアクション活かせてないな。こっち側ルート来てみましたけど、そんな変わんないかな、やること自体は。危ない、うわー、いい点数出たよ、これきっと。はい、下見の記録2万7000点ということで、これいい記録だと思います、おそらく。まあ本当は、マシンがね、準適正なのでそこが難点ではありましたけど、さすがキャラがレベル7ということでね、フィーバー引いてくれましたし、しかもそのフィーバーが2つもコインフィーバーだったというところで良い点数になりました。ちなみにですが、アクション数は137というところになりました。そうですね、都市系のコースの割にはミニターボは出しやすかったかなというのが個人的な感想でございます。また、攻略動画出したいと思いますので楽しみにしていてください。はい、では2コース目いきましょう。ロゼッタプラネット RX ということで、こちらはね、昔から来ているコースになりますので、いくらか皆さんも環境整ってるのかなというふうに思います。見ていきましょう。さあ、最適性ですけども、レアもいくつかあるなっていう感じですね。一番使いやすいのはもちろんロゼッタプラネットっていうぐらいですから、こちらのロゼッタかなというところですね。まあこれを強化するのが一番の近道かなっていう感じが今回はしますね。あとレアで来ているのがこちらの紫のこの子ということで、いつかのツアーの上位進出者が多分ね、手に入れることのできたものなんじゃないのかなというふうに思います。キャラのおすすめはと言われると、はい、こちらシルバーミースーツすでに持っている方も何名かはいらっしゃるかもしれません。ラッキーセブンキャラはいいんじゃないのかなというところ、あとはレベル8まで持っていくことができると、こちらのコインボックスキャラサンタクッパを扱うことができるよう、ちょっと僕はとりあえず当面ほど遠いなというところです。その他のキャラで言いますと、こちら、はい、ウルトラレアではありますけども、サンタデイジーもラッキーセブンキャラということで、使いやすいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ個人的にはしょうがないな、サンタデイジーかな。マシン行きましょう。マシンの最適性は残念ながらウルトラレアのみ、数はたくさんありますので、持っているものを使っていただければと思います。個人的にはこちらメカメック砲機がレベル6、ポイント解放2段階ジャンプアクション系ということで使っていきたいと思います。グライダー行きましょう。グライダーの最適性も残念ながらウルトラレアのみか。うん、そうか。さあレベル4が僕自身はちょっといくつか並んでいるんですけど、こちら、はい、ドリームグライダーレベル8にすることができると最適性だよと。さすがにそれは無理ということで、レベル4の中から選びましょう。迷うけどこちらかな。スノークリスタル、これも有料コンテンツだったかなと思いますけど、レベル4で緑コーラ系ということで使っていきたいなというふうに思いました。さすがに昔から来ていたコースなので、全て最適性を揃えることができました。ラッキーセブンキャラやっていきたいと思います。はい、ロゼッタプラネット RX 下見していきましょう。後方からのスタートということで、ラッキーセブン来てほしいな。そういうことね、そういうことですよ。走りに集中しちゃってる。一個ジャンプアクション逃したかな。あ、逃した。なんかもったいない。あちゃちゃちゃ。
走りが安定してないな。一周は案外短いですよね、ロゼッタプラネットって。あの環境が整ってない時にやると、なんて長いコースなんだ、なんてたるいんだと思うんですけど、それなりに環境が揃い出すと、このコースも短く感じるなというところですね。2周目はグライダーというところですね。ラッキーセブンフィーバーがどれぐらい活かせたかは分かりません。これ下に落ちた方がアクション数は稼げますね。よいしょ、たたじゃじゃ、同じところのコインが3つとも取れなかったな。あ、逃した。フルコンボできるかなと思ってたのに、まあ、走りもミスってるからいいんですけども、オッケー、3万点クリア、オッケー、悪くないスタートです。はい、ということで下見の記録は3万トンで878、ラッキーセブンフィーバー引けたらなというスタートで引けて、なんか非常にいい感じの下見動画になってますね、今のところね。走り自体はすいません、あの踏んだり蹴ったりの部分はあったんですけども、1位獲得の点数となりました。アクション数は130というところでした、まあ、やっぱり普通に考えるとこのコースが今回のリーグ戦の中では一番点数稼げるところになるかなというふうなところですね。また動画楽しみにしていてください。はい、では3コース目いきましょう。アムステルダムブルーム RX ということで、やっていきましょう。さあ環境ですけども、まずは最適正のキャラですね。キャラはどれが一番いいかって言われると迷っちゃうところですけど、もちろんね、今回登場しているこちらのロゼッタね、フォーレンダムバージョン、ブーメランフラワーいいと思いますし、さすがにまだゴールドミースーツ持ってる人いないですよね。コインボックス系になっておりますけども、あとはハッピーピーチですね、こちらもラッキーセブン系なのでぜひ使っていただければというふうに思います。個人的なところに目を移しましょう。一番いいのはこちら、猫キノピオがレベル6ポイント解放1段階というところですので、スーパーベル鳴らしながら走っていこうかなと思ってます。マシンですね、マシンの最適性もウルトラレアのみです。ガチャで来ている、そして有料コンテンツ黒猫クラシカル、これひょっとしたらね、有料コンテンツでここまでも散々重ねてきてるよっていう方いるかもしれません。個人的にはこちらマグマホーキ、懐かしいですね。クッパキャッスルじゃないの、あれワリオキャッスルなんだったっけな、で登場していたマシンだったかなと思いますけどもね。はい、そして、グライダー行きましょう。最適性はウルトラレアのみ、全部で7台、ね、先週登場していたカラーゴールドなども最適性来てますけども、個人的にはこちら、猫セットですね、黒肉球がレベル6ポイント解放2段階というところで、猫キノピオと一緒に扱っていきたいと思います。わ、環境は運がいいことに整ってる。点数はどこまでいくか、キャラ的にはね、そんなにめちゃめちゃいいキャラではないんですけども、楽しみですね。猫キノピオめっちゃでかいな、この画面で見ると。はい、下見していきます。はい、ではアムステルダムブルーム RX やっていきましょう。コインボックスキャラのと同居している感じでしたね。いやー、コース覚えられないよ、最初いきなりそんな。すごい、おっとっとっと、ラッキーラッキーありがとう。コインボックスキャラなんだっけ。あー危ないまあ、下見感満載ですね。当たりなさい。いい直線で緑コーラフィーバー来ましたね。さあ、よし、1周目やったから2周目はコース覚えてるでしょう。あー、お、すごい列車。あーはは、あはは、列車に対して、よいしょ、2回ジャンプできた。ジャンプ、あー、なんで追いつかれてんの、そんな。すごい、ダントツで1位じゃなかった？やだ、1位がいいな。あー、もう無理かも。
あー、1位が良かった。欲張ってアイテムチケット使っちゃった。いや本当にあのなんかここまで下見1位でいい感じで来ていたので1位がいいなと思って欲張っちゃいましたけども、点数はまあ大したことなかったですね。 24,527 点というところでございました。まだまだ走りはねもちろん精査していかないといけないところですけども、さすがにエクストリーム系ということでアクションはそれなりに重ねていけたかなというところで116、アクションというところになりました。うん、悪くない点数だとは思います。当然ね通常コースと比べると点数も出しやすくなってるかな、環境次第ではありますけどというところで、今回のカップ戦の下見の段階での順位見ていきましょう。はい、ということでなんと下見で2位まで来ることができました。1位の方はちょっと異次元かな。さあ今回先ほど紹介させていただきました順位報酬となります、こちらのファイアフライですね、ウルトラレアのマシンですけども3位以内でもらえるそうなので、いくらか幅は広がっているのでぜひ狙っていただければというふうに思います。はい、ではトップ画面に戻ってまいりました。今回からアムステルダムツアー、こちらのロゼッタカップがリーグ対象になっているということで下見していきましたけども、内容いかがだったでしょうか。ロゼッタカップ全体を見てみますと、やっぱり環境厳しい方がやっぱり非常に多いんじゃないのかなというふうに思いますので、ロゼッタプラネットですね、唯一昔から来ているコースですので、こちら環境を整えていただければなんとかリーグ戦えるんじゃないのかなというふうな感想を持っております。では今日の動画の内容良かったよと思ってくださる方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。次回以降1コースずつ走り込み攻略動画出していきたいと思いますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。今日は以上です。失礼します。